木々の新芽が開き始める季節。この時期になると渓流釣り師は一旦釣り竿を置き、あるものを探すため山に入る。山菜の女王、コシアブラ。タラの芽と同じウコギ科の樹木で、芽の部分を山菜として食用とされる。香り高さと上品な味わいであるため、山菜の中でも人気が高い。今回小林は、コシアブラの群生する山域で大量収穫を狙う。この日は晴天。山菜採り日和の気持ちのいい天気だ。山を歩きコシアブラの群生地へ向かう。山に入ると早速、美しい蜜葉ツツジが出迎えてくれた。花は季節の進みを実感させてくれる。なんとも風流なものだ。そして、本命のコシアブラも。よいしょ、腰油。ちょっと成長しすぎちゃってるかな。もう少し上の方やんないと折れちゃうか。よいしょ。よいしょ。ちょっと開きすぎですけど、まあギリギリ食えるやつですね。はい、腰油です。取れました。暖かい日が続いたため急激に成長したようだ。よいしょ。結構下の方にも生えてたんですけれど、だいぶ木が高くてですね、採取できるサイズじゃなかったんで、まあ芽はねこれよりも全然閉じてて美味しそうな感じだったんですけど、まあ無理に曲げようとすると木が折れちゃうんで、まあこんぐらいの太さのやつをねできるだけ探して、取っていきたいところですけれども、まあなかなか自然のものなんでね、ちょうどいいのが見つからないですね。まあもう少しね上行けば結構届く範囲で取れると思うんで、ちょっと頑張って登っていきましょう。標高を少し上げて食べ頃のコシアブラを探すことに。コシアブラの木は柔らかいため、木を曲げて採取することができる。ただし、幹が太い場合、力任せに曲げると折れる恐れがあるため、無理は禁物である。自然を壊さないため、大木になったコシアブラの木を切ることも厳禁だ。山菜採りは、あくまで山からのお裾分けと捉えておくべきである。次に小林はあるものを見つけた。よいしょ。これが寮部ですね。はい、こんな感じの葉っぱをしてます。寮部
結構知ってる人少ないんで、これはねやたら生えてるんですよね。コシアブラの方はライバルが多いんで、なかなかここじゃ激戦区なんで難しいんですけれど、あとね鹿がね、人間以外にも鹿がライバルとしているんで、手の届く範囲はだいたい鹿が食い切っちゃうんですよね。だからなかなか手の届かないところにはコシアブラたくさん見られるんですけど、でも鹿も両部なら食いそうだけどな、あんまり好きじゃないのかな。よいしょ、まあこんなもんかな。両部はコシアブラ以上に生えているため、コシアブラのおまけとして食べ頃のものを採取していく。その後も次々にコシアブラを採取していく。なかなかいい状態のコシアブラですね。これはうまそうです。いや、いいのが取れた。この上なんかもコシアブラが、これ2本ですね。1本目と、奥にもう1本あるんですけど、ギリギリ曲げられないぐらいの太さなんで、もうこういうのは諦めるしかないですね。まあこの辺探せばまだ曲げられるのあるかもしれないので、ちょっとねじっくり探していきたいと思います。よいしょ、これは曲げられますね。よいしょよいしょ、根元の方をこれでやっちゃうと折れちゃうんで、できるだけ先端の方やれば、先端の方は柔らかくてしなるんで。よっしゃ、いい感じだ。これも。見えるかな？これもいい感じですね。トップのやつだけ、先端だけね、いただいて、あとは来年のために残しておきましょうね。よいしょ。こんなところかな。よし、じゃあ戻れ。よいしょ。場所を移動して別のエリアにね向かいます。あるかな。今年は新規エリアを開拓するため、長い距離山を歩いてみることに。よいしょ。しばらく歩いたところでようやく。よいしょ、上の方にかけて。
ましょう。食べ頃の腰油だ。さらに別の山菜も発見する。見つけたのはハリギリ。コシアブラやタラの芽の仲間である。芽が大きいため食べ応えがあり、程よい苦味と香りが美味しい山菜だ。今撮ったハリギリこんな感じでちょっと開き気味で、少し出遅れちゃったかなって感じなんですけれども、まだね、美味しく食べられる状態なのでいただきました。本来であればね、こういう感じでこれぐらいがね、めちゃめちゃ美味しい感じのやつなんですけれども、これぐらいの時に撮ればよかったんですけど、これはねさっき別のところで撮りました。結構ね大きくなる山菜で、非常に食べ応えがあってジューシーなね、天ぷらにするとすごくジューシーなんでね、美味しいです。帰宅後、山菜の仕分けを行い、この日の余韻に浸る。この日取れたのはコシアブラ、リョウブ、ハリギリ。どれも美味しい山菜である。はい、ということで山菜採りから、帰ってまいりました。で、メインのコシアブラがですね、結構いっぱい採れたんで良かったです。あとはですね、ハリギリが少し、このハリギリ結構いいハリギリなんですけど、あとまあちょっと開いちゃってるやつもあったりとかして、あとはリョウブですね、この3種類今日はとりあえず採取してきました。まあコシアブラの方まだ探せばあるような感じだったんですけれど、今日結構ですね暑くてですね、山菜がだいぶしなしなになりそうだったんで、暑さでちょっとお昼で、帰ってきました。午後もやればもう少し取れたと思うんですけれど、まあ、とりあえず必要な部分はね採取できましたので、今回はいいかなということで、おしまいにしたいと思います。まあまだまだ山菜のシーズンですね、あともう少し楽しめると思うので、あともうちょいですね山菜採り、やってから釣りの方に復帰をしたいと思いますので、そんな形でよろしくお願いします。山を歩き苦労して採取した山菜は、これで完成です。今の時期にしか味わえない春のごちそうである。